美和さんでございます。はい、じゃあこのね石積み行きましょうかね。おお、すごいね、これは大山祖神社。あ、こんな感じだ。富士神社、富士神社と生島神社、弁天社の。弁天社古墳でございます。これね。すごい石ゴロゴロしてるけど、どこ入っとかんのかね。上の土がみんなね、なくなったんでね、大きな木が。古墳が取り巻くようにね、すごいなこの木ね。あれ、どこから入るんだろう。入り口わからんだね。あらあら、入り口わからんかったね。巻きついてますからね。上の土がね、みんななくなったもんだよね。こんな風になってんやけどね。石棺が見れるやろうけど、どうやってみんな。入られへんよね。あら、見えへん。どこから見えますか。入られへんのかね。ああ、せっかくあんねんけどね。小さく見えてますけどね。大きな石乗ってるんやけど、これを入れてか。入りましたけどね。ああ、遠くになってますね。ちょっとこの辺の石ね、ずれてる感じやから、奥まであるんやろけどね、入られんからね。あー、見えないね。大きな石が、この石もみんなね、巻っ込んでるんですよ、あの木が。なんだろう、あの木、すごいことになってますわ。よいしょ、怖い、入るの怖いけどね、入れるか入っても。ああ、埋まってますわ。全部埋まっちまってるね。これは木の根かね、これね。木の根がいっぱい入ってるんだよ、この奥。まあ、見えんな。いや、入りはできんわ、これね。幅が25、6センチで、高さが2センチぐらいあるかね。そんな状況でございます。これもね、石がね、これ、もう石が今にも崩れそうよ、これ。これ乗ってるだけよ、これ。うわ、歯がいっぱいよ。入ったもの出れるかね、これ。いやー、すごいことになったね。ちょっとね、入る、実は入ったら大変ですよ、これ。隙間が2、20センチぐらい入ってないからね。はい、出れました。はい、出れね。横は横、この石が怖いね。ここで支えただけやろ、これ。これ。怖いね。で、ね、この組んだやつの中にね、この木が入り込んでるからね、根っこがね。
ほんでこう動かしまったらない石、この根っこが。で石組みがちょっとおかしになってんやって。もともとはこう上にこうね、土がかぶってたんやけど。ああすごいね、こんな間近見んのも。はい、ありがとうございました。弁天釈迦古墳でございました。千原大塚古墳にちょっと寄ってみましょうかね。北へ300メートルぐらいですからね。はい、ちょっと行きましょう。